韓国の合同参謀本部は31日午後、北朝鮮が日本海上に未称の飛翔からダニ発を発射したと明らかにした。韓国軍は現在、追加での発射に備えて関連動向を追跡監視し、対備体制を維持している。北朝鮮のミサイル発射は今月2日、元山北東の海上から潜水艦弾道ミサイルを発射して以降、 29日ぶり。